双子じゃないです。ボロシアでーす。ボロシンズです。はい、今日の企画は女子が意外に引いてることを紹介していきたいと思います。男子の行動とか言葉とか言動は何でも、うん、これ意外と引いてるんみたいなやつを今日は上げていこうかなって思います。で最後に、うん、その中で一番されたら無理やなっていうことを上げるって感じです。なんか全体的にそれは引くやろとかじゃなくて、なんかあこれもなんやみたいな紹介できたらいいな。いいな。はい、はい、こっち見てニヤニヤ。おー、こっち見てニヤニヤっていうのはさ、例えば噂されてるみたいな感じで言うたら、足が固まってなんか一人の女の子見てきて、なんかニヤニヤしてたら、うわ、なんか絶対なんか話してるやん。なんか自意識過剰とか、うん、何でもなしに思うやん。悪口より札はニヤニヤの方が引くっていう意味では、悪口やったらもうさ自分のこと嫌いなんやなって終わるやん。でもニヤニヤ系ってなんかさ、うわってなってます。なんかもうさ、遠かったら悪口なんかニヤニヤなんかもわからんから。あ、確かにね。女子って結構多いやん、マイナス思うと、ん、やから悪い方に捉えちゃう、うん、話よな。腹立ってくる途中から。そうやな、なんかお前らそんな固まってしか言えへんのかみたいな。腹立ってくる時あるもん、悪い方になるから、うん、そういうのはやめた方がいい。やめといた方がいいと思う、うん、いいことを言ってても悪く感じちゃう。例えばあいつめっちゃ可愛いないとかいう話をしてたとしても、それやったら近くで聞こえる声でしてたら嬉しいなのに、離れてしてたら何みたいな、こっち見てなんか言ってるわみたいになるやん。はい、ボディータッチ多め。おお、これマジで思うねんけどさ、特にこれを見てるちょっと女子に慣れてる男の人の皆様、なんかちょっと調子乗ってきてる人いません？あんだけいつものボディータッチしろ。え、ごめん、それは本当にごめん。だけどなんか調子乗って途中らへんからめっちゃボディータッチするとか、ちょっと仲良くなってきたらもうスッとボディータッチする人とかおるやん。ちょっといい加減にしてくれんって思う。なんか自分が軽い女に見られてそうって思うのと、たまにするからキュンってするだけで、ずっとしとったらなんかただの変態。それは変態と思ったら、女子がそれで起きて、でこっちもこうすんのやったらいいやな、けどこっちが来てなかったりしたらちょっと開けろ。それキュンキュンはするけど、なんか多すぎる人はさ、あのなんかこれがこの人の普通なんかなって思って、いずれキュンキュンもせんくなる気がする。確かにもったいないよな、うん、やっぱ程よくって大事よな、うん、しかもさ付き合ってないのにそんなにボディタッチすんねやって思ったらさ、うんうん、この人と付き合ったら浮気とかしそうやな。分かる、なんかその人が浮気って思ってなくてもこっちが見て傷つくことが多そう、うん、そう嫌や、なんかそういうなんか許容範囲多い人ちょっと、だからなんか最初はいいねんけどな、うん、なんなんかもこれは。はい、怒ってる先生の真似、反抗。うわー、めっちゃ嫌い。が引くなって思う男子の行動っていうのは、うん、その先生の前ですよね。分かる、え、分かる、なんかみんなが見てる前で、そう、なんか例えばここの二人で、うん、なんか家帰って話すとか、そういうのやったらまだ別やねんけど、うん、その先生がおる前でその先生の真似したりとかするのって、うん、なんかみんなそんなものなんみたいな、うん、分かる、めっちゃ子供に見えるな、うん、でもその学校内でさやっててさ、え、俺受けてるけどとか思うかもしれへんけどさ、その真顔でおっても変やからさ、一応さ、もうやめえやーって言われて、そう、心の中でほんまにやめときよって分かるなってるから、なんかこれはなんかやめといた方がいいと思う、大学今ズームやん、ズームでやる人おるらしいで、ズームでなんか変なことする、ちょっかい出すみたいな、なんかみたいな、なんかミュート解除とかして変なこと喋って、誰ですか今のみたいなんで面白がってる人らがおるんですよ。全然思うない、そういう先生に向かって反抗系思んない、思うよくない、仲良くしてる子の方が好き、先生と。え、わかるわ、はい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 、ちょっと引いてるぐらい褒める。ほう、これめっちゃ意外なやつやねんけど、ちょっと言っちゃっていい、うん、なんかさ、こう、あ、じゃあさっちゃんのデートやとするやん、うん、できてさ、え、今日いつもより可愛い、めっちゃ目キラキラしてる、これオッケーなんですよ、うんうんうん、え、今日めっちゃ可愛い、今日太陽が大きくないとか、うんうん、なんかアイシャドウいつもより濃くなってるみたいな、うんうん、そこまで来られるとマジ、あ、分かる、なんか男の子はアバウトに褒めてほしい、あ、なんかめっちゃそんな、え、舞台幅ちょっと広くなったとか、なんか今日ちょっと涙袋こっかいてんの可愛いとか言われたら、そこまで褒めんといて、なんかそれはなんか女子の中での努力やから、うんうんうん、なんかそこまでめっちゃ褒められるとなんか、あ、
バレバレみたいな、あ、めっちゃバレてるやんみたいな。だからなんか爪めっちゃ綺麗やなとか、なんか髪色変わったぐらいの大まかんとこを褒めてほしい。わからんでもない、うん、なんか彼氏やったらまだ嬉しいかも、うん、そこまで分かってくれても、うん、それさ確かに結構一緒におるやん毎日、うん、ってなったらさ、まあ、その些細な変化に今でも気づいてくれるんやとか、こんだけ一緒になって気づいてくれるんやっていう意味で嬉しいかもやけど、うん、なんか2回目のデートとかで、うん、でなんかこの前の1回目のデートよりアイライン長ないとか言って、あー特にさ、なんか女の子と相口してる子やっぱり多いと思うけどさ、うんうん、それ褒められた時にさ、自分が相口しとったらさ、絶対相口バレてるわって思う。わかる、相口バレてほしくないもん、うん、そんなん。てか相口あかんとってもほんまに言ったらあかんで、ね、ほんまにこれだけ、ね、なんかついてるとかあかんで、ね、絶対あかんで、ね、あのさ有効力ない、なんかついてるってほんまにやめて、ほんまで細かいとこ見んといて、あの分かっとっても言わんといて、細かに褒めてください。だってなんかな、それ気持ちいいけどな、また忘れた、あ、思い出した、待ってよ、ちょっと私若いからね、さっちゃんにやっぱり。優しすぎ、反面で2つ上げていい、はいはいはい、優しすぎ、気遣いすぎ、こまめすぎ。うん、まず優しすぎは、うん、まあ優しすぎ、気遣いすぎって言いそうやと思うね、なんか優しすぎたらなんか申し訳なくなる、うん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 、だから気遣われすぎたら申し訳なくなっちゃうのと、なんか豆すぎっていうのは連絡が秒すぎたらちょ豆やって思っちゃう。あー、なるほどな、うん、だからなんかそういうのはたまに空け時間空けてくれてもいいかなっていう気持ちはあるかも。え、なんかその、うん、よくさ気付けて帰りやって送りって言うやん、うんうん、このありがとうの LINE まですぐ即レスすると、うんうん、なるけど、とりあえず送っといてありがとうで、なんか次の日とか、うんうん、そういう方がいいかなとも思う、うん、確かに。なんか続きすぎたらさ、こっちもさ、うん、まあ、返すでおもろかったら、うん、やけどさ、うん、そこで続きすぎたらさ、おー、いつ終わろういつ終わろうってなるよな、うんうん、確かに。だからなんか優しすぎたりするのも、なんかレディーファーストも嬉しいけど、申し訳なくなっちゃう時とかもあるよね、やっぱり。なるほどね、なんか引くってより申し訳ないのも分かって感じか、うん、これはなんかまたちょっとジャンルは違うよな、うんうんうん、けどなんか恋愛にはならん。あ、なんか友達とか、なんかそういう尊敬してる人とかにはなるけど、うん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 、恋愛にはなりにくいなとは思う。難しいよな。難しい。好きすぎる人ってモテへんって言うもんな、うん。ちょっと雑に扱うぐらいがちょうどいいんかもな。ごめんを言わない。ごめんを言う。これは、たまにおるなって思うんだけど、うん、まあ、男の人ってさ、立つ的にな。女の子より知的な方でのプライドが高い人が多いイメージがあるんで、まあ、勉強できるのも男子の方が多いイメージがある、賢い、うん、なんかそういう人ってさ、うん、常識のこととかでさ、うん、間違ってた時にごめんって言わん人。あ、なるほど、うちまだそういう男に出会った、あ、出会ったことない。なんか結構、うん、おるっちゃおるな。あ、そうなんや。なんか別にその人に言わへんけど、うん、ごめんっていいやとか、うん、言わへんけど、うん、あ、言わねやって一瞬思う。あ、うちなんか逆に友達とかよりなんか彼氏とかになった距離が近くなった時に、うん、え、ごめんって言えよって思う。あ、なるほどな。そういう時の方が思うかも。でも気になるよな、そういうの。え、なんかちょっと気になる、うん、別にごめんって言ってほしいっていうわけじゃないかもやけど、なんか言わん人なんや、うん、常識的にそこ言うとこじゃないっていうのあるよ、うんうんうん、ちょっと似てること言ってい い, い, いよ。なんかごめんが多い。これなんか、え、わからくない？え、なんかさ、これ女子もそうやねんけどさ、大体モテへん子ってさ、そこありがとうでよくないみたいな。あー、わかる。え、なんかわかるやんな。めっちゃあるあるやと思うんだけど、女子がバーって集まってる時にさ、今まるまると LINE してんねんみたいな時にさ、その子が来てくれた時が、その異性の子がな、来てくれた時にさ、なんかそこをさ、なんかさ、え、ありがとう、そんな時間にって言えばいいのにさ、いや、ほんまに夜ごそごめんなっていう子や、大体そういう子モテへんくない？やんな。絶対ありがとうの方が誰もが言われて嬉しいやん。そうそう。それはさ、絶対に謝らなあかんことは、ごめんの方が。それはそうやね。それはそうやねんけど。でも、どっちも使えるってシーンになったら、絶対、ありがとうの方がいいと思う。あ、ありがとうって言われたらさ、あ、全然いいよみたいな感じだけど、ごめんって言われたら、え、いいのにみたいな。なんか、ちょっとさ、空気が。わかるわかる。気まずなるよな。そう。これでも、なんか、モテる人はありがとう使ってるし、逆にモテへん人はごめんねやなって感じだ。え、なんかさ、うん、言ったら男子がお会計でおごってくれるとするやん、うんうん、そういう時に、え、なんか、え、ほんまにごめん、ほんまに申し訳ないより、うん、ありがとうの方が絶対嬉しいやん、ね、それはそう、それと一緒、ほんまに、うん、じゃあ1位決めていきましょう、はい、え、今回いっぱい出たくない？え、まずあれから1位のマネー、反抗、あ、反抗やんな、うん、
これが出ちゃったことでさ、逆にこれ以上のさ、どん引きはないよな。ないよな、うん、まあ、無理な先生と無理に仲良くしろとは言わんけど、うん、反抗せずに、あ、わかりました、すいません。で、関わらなかったらいいね、その先生と。あと、あの、社会人の人とかやったら、上司の悪口を上司に言ったのするやん。で、その子は、え、そんな人かみたいに言った瞬間にやめとこう。うん、あ、確かに。やめといた方がいい。それは女子は別に悪いと思ってないから。思ってないから。その瞬間やめよう。あ、わかる。それめっちゃわかる、うん。それめっちゃ大事だと思う。え、そうかなみたいな。多分、特に言ってないから、え、そうみたいな。言った瞬間やめて。うん。お願い。突き通さんでいいと思う。うん。そうそう、間違いない。今日の動画はここまでです。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしてます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。